靴下5本指の靴下ファッションモデルのストッキング靴下は足の保護や保温などの機能を持つフートウェアの一種。フートウェアには靴下の他にタビやキャハンがあるがそれぞれ別個のものとして扱われる。靴下は足の保護や保温さらに装飾的機能を有する。靴と素足の間の干渉剤としての役目をはじめ足を暖かく保つ保温作用。 汗を吸収して乾燥させ、通気性を確保すること、靴の外に出る皮膚の保護、靴と下半身の衣服との間を埋める衣服としての役割がある。英語のホージャーは、ホセの派生語とされ靴下は、ニット製品の起源と考えられている。ニットの旧称であるメリアスの語源は、スペイン語のメディアスやポルトガル語のメイアスでいずれも、靴下の意味である。靴下の長さは様々であり、 くるぶしのすぐ上を覆うものから膝上を覆うものまで様々な長さがある。日本衣装分類では短型と長型に分類されている。足首より短く裸足に近いスニーカーソックスもある。靴下の先は通常分割されていないが、つま先が分割されている靴下もある。礼装に用いるものは背広や長寿、夜では黒、刑事では黒や白黒の縞柄、ビジネスでは黒。 濃紺、濃い茶、チャコールグレーのハイソックスとなっている。なお、靴と同様に専用の着脱具もある。靴下は形態により、フートカバー類、ソックス類、ストッキング類、タイツ類に大別される。原料の素材により、面靴下、毛靴下、絹靴下、ナイロン靴下などがある。靴下の形状には、短いフートカバーから長いストッキングや、タイツなども含まれる。 ニーソックスおよびハイソックスを参照ダブル口ゴム靴下や抗菌防臭靴下など機能性を高めた種類の靴下がある。また、機能性ではなくもっぱらファッション性が追求された靴下もある。靴下はトップ部、口ゴム部、右辺部、かかと、つま先部、フート部、先かがり部などの部分に分けられる。靴下を選択する場合、多くの製品では裏返して洗うことが、 推奨されている。皮膚に触れる裏地に付着した、皮脂汚れは洗濯で落ちにくく、雑菌が繁殖し悪臭の原因となる。あらかじめ表側のホコリを払った後、裏返して洗濯することで、皮脂汚れが落ちやすくなると,とともに、生地の痛みも防止できる。ありがとうございます。